ね、本来は運賃とかホテル代払わないとダメなんですけど、こちらの方が全然余裕がないもんで、それで同期生的にですね、わざわざ指摘いただいて、大変一生懸命に台湾建国にやられてる方なんですよ。それで、非常に感心しまして、それからここにある台湾を中国領とする地図帳の合議定席というの、これに、日本の方に送って、文部科学省に高木義晴という本人を書くんですけど、こういう形で、なぜ崩し的に文部省とか NHK とかを取り組んで、そして嘘の宣伝をして、台湾領と台湾を中国領とか、尖閣も中国領とか、嘘の宣伝をして、どんどんやっていくと。そういうやり方は、どうですね、暴露しているのは、変更票という人がですね、台湾大役難という本を発行しまして、日本語では、暴かれた中国の、秘密戦略という形で、なんとかしてください。所詮はちょっと忘れました。本屋でこれ、工場で発売されてるんですけど、そういう形で秘密裏に分からないうちに指定術と作られるというやり方をやってるんですわ。で、こういうことには黙ってほっとくと、そのままずるずるといられてるやり方なんですよ。そこで、これから中国のやり方に対して抗議しないとダメなんでですね、そういうことで今やっているわけなんですよ。で、今回の、中国の台湾併合と台湾建国についてという題で、話していただきます。で、この講演会はちょっと変わった講演会で、陳信吾さんの希望でアメリカ新式講義という形で話していつでも質問してもいいと、で質疑応答等から始まってそれから話するというやり方なんですよ。僕もこれ前代未聞で聞いたこともないので、それでその後ここにおられるアンディ・チャンさんですね、この人に司会進行させていただいて、そしてやっていきたいと思います。では皆さんよくいらっしゃいました。今日はですね、鈴木武史さんが司会をやるつもりだったんですけど、私がピンチヒッターとなりまして、陳信吾さんの紹介をやらせていただきます。陳さんはですね、台湾南部に1931年に台湾南部の平東部その後、一九五零年に台湾大学の商学部に留学しまして、それで卒業した後は一時教職に就いたこともありまして、それから木材加工のコンサルタント、それから会社ね、会社はオスグッドトレーディングカンパニーというところで会社を作りまして、その後で78年にアメリカに移住しまして、ベビー用品の卸販売、チェーンストアなどで、まず99年あたりから台湾問題に非常に興味を持ちまして、それで今林志祥さんのやっている台湾連盟政府のアメリカにおける大体代表ということになります。で、私の理解ではですね、陳信吾さんというのはとっても熱心な方でね、林志祥さんというのは、この平民政府を始めた人で、で陳信吾さんというのは突撃隊長みたいなものなんです。ですからもうアメリカにおける全ての宣伝は彼がやっているということになります。ではいろいろ私からではなくて陳さんからお話を聞いてください。Thank you.
ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ちょっと変わった方式で、この講演会を進めたいと思います。まず、こちらの方に、先ほど、佐藤さんね、その新聞間違ってるんじゃないかというご指摘がありましたけど、そこから入ります。この新聞はひとまず、福井県の福井市のね、畑夏子さんという女性の方、最終前だと思います。一度会いましたけどね。でその時のその、私の講演会の事情がその新聞の形で出てるわけ で今こちらのお客さんから出た質問としましては、太平洋の島が全て中華民国に返されたと言ってるのは間違いであるというご指摘があったわけなんで、その通りなんです。間違いありません。ということは、その太平洋の島々というのはね、決して台湾と防空島だけではないんですね。要するにサイパンだとかパラオだとか、まあ、要するに一昔の名詞で言いますと南洋群島ですね。それは今誰の手元にあるかというとアメリカさんですよね。それは中華民国には渡しておりません。ただし回廊宣言の中ではその島をひっくるめて全部返還すべきだという言葉を使っております。だから そこら辺りのその文章の作り方の具合がまずくて、まあ、そういう誤解を招いたということでね、これは一応私は編集者ではありませんけど、その間違いであるということは確かにおっしゃる通りです。だそこあたりをその理解していただけばね、まあ、大変好人に存じます。さて、今日は土曜日で、この時間は皆さんは家庭で家庭サービスやっておけるのが当たり前なんですが、わざわざ来ていただいて本当にありがたく存じております。もう一度ありがとうございました。で先ほどもアンディから話がありましたけど、要するに私は喋ってる間にもしも疑問があればね、今こちらで言われたように疑問があればすぐちょっと合図していただけばね、でその疑問を説明しながら話を進めていった方が分かると思うんです。それから始まる前に、私は決してアンディさんは政治評論家ということでね、本もたくさん書かれておられる立派な学者なんですが、私は学者でもなければ理論家でもありません。特攻隊の戦闘ですね、その仕事をやっているのが実際問題で、だからこのいわゆる皆さんはそれは聞いたことはないと思うんですがね、我らアメリカのワシントン DC でアメリカ政府を相手にして、まあ極端的に言えばその頃ブッシュ大統領を相手にして、その頃のライス、ね、国務長官を相手にして訴訟を起こしたわけですね。で訴訟は一審、二審、それから最高裁と1、2、3重ねてきました。でその辺りもね、違った組織でもってアメリカの軍法会議の高等法廷ですか、高等アピールと言ってますけど、そこにも訴訟事件を起こしまして、で現在、昨日おとといですか、私の仲間がここに参りましてね、今何をやってどういうところに進んでいるかということを説明しました。でそこにちょっと軽く触れますと、我々はその5つ目 その訴訟として、その台湾の中華民国に対してね、中華民国はこういうね悪をやってるんじゃないかと、でそれに対して我々の努力としましてはね、アメリカの法院で台湾による中華民国のもう一応亡命政権ですよ、ところが財産は世界で一番金持ちだからね、だからその昔やったその我に対してね、その賠償を取ることができるかという努力をしているわけですね。でもしも我々がそのアメリカ、特にアメリカあるいは国際法廷においてこういう秩序、法的な秩序をね、完璧な一つの組織として機能として成立させることができれば、